ルイス・ハミルトンは F1 が生み出すチャンスとレースにさらなる興奮をもたらすためアンドレッティの11番目のチームとしての F1 参入提案を受け入れるべきだと考えている今週スポーツの統括団体である FIA はアンドレッティが将来 F1 グリッドに加わることを正式に承認したがアンドレッティが実際にスポットを確保するには依然として F1 の商業権所有者であるリバティメディアの承認が必要であるいくつかのチームが このアイデアに反対しているため、これは難しいかもしれないが、木曜日、アストン・マーティンのボス、ローレンス・ストロールは、F1 は、既存の10チームに固執する方が良いと述べた。カタール GP を前に、この問題について尋ねられたハミルトンは同意しなかった。素晴らしいことだと思うと、ハミルトンは語った。グリッド上には、十分なマシンがないといつも感じていた。私がそれをサポートすることを嬉しく思わない人も、確かにいるが、 私は、それが素晴らしいことだと思う。これは、より、多くの仕事の機会であり、女性ドライバーが、さらに2席利用できることになる。これにより、より、多くの可能性が開かれ、そうすれば、レースは、もっとエキサイティングなものになると思うよ。1978年の F1 チャンピオン、マリオの息子であるアンドレッティは、ドライバーとして、カート・チャンピオンシップを1回獲得し、チーム代表としてインディカーで、 4回のタイトルを獲得し、インディ500で5回優勝した。彼の F1 参戦が承認されれば、ゼネラル・モーターズやキャベラックとの提携が含まれることになる。2度の世界チャンピオンであるフェルナンド・アロンソは、マクラーレンとの共同パートナーシップで、2017年のインディ500に出場し、マイケル・アンドレッティのレース運営を直接体験してきた。アロンソは、入札を全面的に支持することはせず、F1 が、どんな決断を下しても、正しいものだと述べた。 アロンソは、木曜、素晴らしいチームだと語った。私は、マイケルのことを知っているし、それが F1 に加わるのに、素晴らしい名前であることは明らかだが、この種の決定を担当する人は、他にもいる。まず、FIA、次に、FOM、フォーミュラワンマネジメント、そしてチームも同様だ。私にとっては、具体的に何を言えばいいのかわからないが、最終的には何を決めても OK だ。私はマイケルが好きだし、 組織も好きだが、他のことも理解しているし、アストン・マーティンの立場が、何であろうとも、同様にサポートするし、何があっても大丈夫だ。チャンピオンの座につくために、土曜日のスプリントレースで、あと3ポイントが必要なマックス・フェルスタッペンも、新しいチームがグリッドに並ぶことを望んでいる。私は、ドライバー側の立場から話しているが、もちろん私はチームオーナーではないので、彼らの側の意見も理解できると、フェルスタッペンは語った。 私がこれまで見てきたものすべてに加えて、彼らが持つパートナーと名前は、彼らがプロのチームであることを示していると思う。それはいいことだと思う。ドライバー側にもっとチャンスが与えられると思うから。でも、チーム側がそれを望んでいないことは理解できる。それは難しい問題だし、難しい問題だ。そして決勝戦では、結局のところ、FIA とチーム、そして FOM は、すべてがどれほど深刻であるか、 そして全てがどのように準備されているかについて、より多くの情報を持っている。だからこそ、非常に簡単な決断ではないだろう。以上引用。アンドレッティの問題について、ハミルトン、メルセデスと、アロンソ、アストン・マーチンがコメントしています。ハミルトンはアンドレッティ参入賛成アロンソは、F1 の意見に同意。個人的には、参入することを応援します。 分配金がが少なくなくる経営圧迫と言ってますが身の丈に合った経営をするべきだと思いますずばり言えば収入に対してドライバー等の人件費が高いのが直接的な圧迫要因贅沢しすぎでしょう参入賛成の理由は3つ1つは F1 は凋落傾向にありますコロナ明けは活況を呈しているようですが少しずつ観客は減っています アンドレッティを入れて興味が湧く状況を作るべきだと思います。二つ目は、ルール上新規参入を認めておきながら、収益が減少するから、拒否というのはあまりにも身勝手すぎると思います。三つ目は、アメリカで3カ所の GP 開催を行っていながら、新規アメリカチームの参入は拒否というのはどうもいただけません。などなど。